2023年10月1日東海道川崎市区交流館開館10周年の記念式典と東海道川崎市区生誕400年を記念して作られた街路灯の点灯式が行われました。2013年に当館がオープンして、もう10年経ちました。本日現在で、42万人以上の方がご来館いただきました。10年間その前からこの川崎市区というものを大切にしようと、私たちの町の誇りとして大切にしていこうというそういう機運を盛り上げていただいて、そして先ほど阿部館長からありましたように、行政として阿部市長が決断されてここに建てようというふうなことがあって、そしてこの10年間をみんなで守っていただいたと、その一人一人の気持ちがここまで来たんだというふうに思います。思えば書類で陳情したわけでもない、それをお作りいただいたというのは時の阿部市長の大きな決断であったと、ご厚意に改めて10周年感謝を申し上げます。ありがとうございます。どうしても東海道400年、川崎市区400年記念で、何かをしたいんだと、もう少し東海道を盛り上げたいという話で、募金を始められて、瞬く間に当時で3000万集まったんですね。それを持って脅迫されたわけじゃありませんけれどもこれを持ってですね、こんなに熱意があるんだというお話がございまして、これは将来可能性があるなと、楽しみだなという思いというか確信を持ちまして、ゴーサインを出したという次第でございます。これは多摩川は暴れ川ですから、毎年のように氾濫して橋が壊れる、これを修理していくのは大変でございました。三代家光の時にもう橋は壊して船渡しにしようと言って、今日まで船渡しが一頃まで続いてまいりました。どうぞご登壇ください。今まで以上に皆さんのお力をお借りしまして、川崎を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。3、2、1、点灯。おめでとうございます。東海道に、川崎地区に新たな明かりが灯りました。これからの川崎の街を、街の皆様を明るく照らしてくれることでしょう。なおこちらの照明は6号橋から下並木までの東海道沿道に順次点灯してまいります。